サミストリートアフロビートはみんなで一緒にリズムを感じて踊って、oh, yeah. アフロビートを楽しんでいこうと思っています。ファッカッション頑張れよ。いいね、皆さんもご一緒にダンスで盛り上がろうね。ねえねえ見て見ておー楽しいね。ありがとうスティーブ。よし、僕はアフリカの文化を称えるためグループに参加してとみんなから誘われたのでこのコスチュームを着てきました。アフリカという大陸にはたくさんの文化とサウンドが交わっていて今から聴いてもらうミュージックはそうやってできたものです。そしてアフロビートミュージックとはたくさんのアフリカの文化からスタイルをミックスしたものなんですよ。よし、じゃあ次の曲もみんなで一緒に手拍子をして盛り上がっていきたいんだけど、僕とスティーブンがこうしたらみんなは手拍子をストップしてアフロビート発祥の地アフリカで生まれたかっこいいリズムを聴いてください。そして僕の大好きなアフリカの太陽を感じてください。おーい、ありがとうスティーブン。とんでもないです。こちらこそ。皆さんどうもありがとうございます。それじゃあ早速いくよ。アニーよろしく。Thank you.
いやーみんな、なかなかいい感じだったよ。それにしてもエルモ、アーニー、バート、すごいじゃないか。みんなのアフロビートが僕のハートにグーンと来たよ。エルモ最高に楽しかった。うん、僕が叩いていた太鼓はドゥンドゥンという名前だよ。ドゥンドゥン、ドゥン、ドゥン。僕が叩いていたのはジャンベ。エルモもジャンベ。みんなかっこいいリズム叩いていたね。じゃあ次は最高にかっこいいアフリカンダンスが見てみたいよね。しっかり覚えてほしいから僕たちが踊るのでしっかり覚えてくださいね。 OK、 まずは一つ目、エルモが踊っていたのはケニア発祥のジグウェンベっていうダンスです。さあ皆さんで一緒にいくよ。せーの、ジグウェンベ。おー、なかなかやりますね。じゃあ次、バートが踊っていたのはガーナ発祥のピロロダンス。さあ皆さん歩く感じでいきますよ。せーの、ピロロダンス。どうしました？恥ずかしくなかったらいいんですよ。いいですか？座って皆さん、座りながらでもピロロダンスできますからね。腕振って、もう一度、せーの、ピロロダンス。おー、いい感じ。じゃあ次、アーニーが踊っていたのはこれも同じくガーナ発祥のチョコボディダンス。さあ腕組んでるお兄さんたち、手出して、はい皆さん手出して、寒いですけど体を動かして心の芯から温めましょう。いきますよ、チョコボディ、せーの、チョコボディ、はいはい、チョコボディ、みんなでチョコボディ、はいはいはい、チョコボディダンス。みんないい感じですね。
じゃあこの調子で最後、僕からみんなに教えた南アフリカのダンスが、せーの、これが、はい、グワラグワラダンス。腕を回してグワラグワラダンス。いい感じですね。いや皆さん、これで4つのダンス覚えましたか？皆さんどうもありがとうございます。エルモたちも覚えてきた？あ、まさか練習してたんじゃないね。ねえねえ、見て見て、エルモできれいになったよ。よいしょ、うん、わ、ジグウェッペだ。みんなで一緒にやろうよ。せーの、ジグウェッペ。ちょっと待ってよ。え、僕たちの踊りも見てくれない？あ、そうだね、あのダンスみんなで踊ろうよ。 Well, let's dance everybody。 みんなも一緒に踊ろう。それじゃあエルモはデンデンよろしくね。はい。よし、バット行くよ。OK。 ブンデラブンデラブンデラブンブンブンデラブンデラブンブンブン。ジンバジンジンバジンジンバジンバ。
行してこうすれば、はい、アフロビートが踊れるよ。 That's right, because we are Sesame Street のアフロビート。みんなまた会おうね。そう、みんなシーボーレー。よし、今ここで帰るよ。ピロロダンス、はい、ピロロダンス。